株式会社カラフルコネクトタッグ TV。 はい、どうも皆さん、こんにちは、タッグです。よろしくお願いします。ちょっとすごく怒ってるんですよ、僕。というのもですね、これね、今事務所に撮ってるんですけど、外に今工事やってるんですよ。で、工事が入ってて、もう音がね、すっごいんですよ。もうブーン、ピュン、ガン、ガタタタタタンとか、ギューン、ジンジンジンとか、もうすごいんですよ。めちゃくちゃうるさくて、で、これなんとか編集でごまかしてるんですけど、もうその作業がすっごい面倒くさいんですよ。で、まあでも工事なんて仕方ないじゃないですか。でもあのやってる日とやってない日があって、でやってない日に今日も取りだめしようとかいうふうに思って、僕その誘導のね警備の人に聞いたんですよ。あのすいませんと、あのやってる日とやってない時あるじゃないですかって、なんでそのやってない日を教えていただいていいですかって言ってるもんみたいに言ったら、その工事の人がですね、そう、わかんないです、僕。はい、ちょっとわかんないですね。やってる日やってない日、一応雨とかの日はやらないんですよね、基本。あ、でもまあでも事前に告知してたんで、ちょっと音はどうにもなんないです、すいません。はい、すいません。カチーン、塩対応すぎるでしょ。雨の日はやってないのかと思って、で今日来てみたら普通に雨降ってるじゃないですか。今日すっげえあいにく雨なのに普通に工事やってるんですよ。バタバタバタってやっとるやんけ。その警備の若い、結構ね若い人だと思うんですけど、すっげえもうその前通るたびに僕のことこうみたいな感じで睨みつけるんですよ、さっきの件があって。もうどうにかね対抗してやろうと思って僕考えましたよ。じゃあ僕もね爆音出してやろうと。窓の外にいるんですよ。なんで思いっきり爆音出して、ここの中にすげえ音出すやつおるみたいなってなるだけか。まあいいや、対抗してやろうと思ってね、そういう動画です今日。はい、早速対抗していきたいと思いますよ。スポーツカーの音でまず爆音でこの部屋の中で車乗り回してる風にしてびっくりさせやりたいと思います。ギャン出せるぞ。あのブーンブーンアフリカゾウ、アフリカゾウで部屋の中にアフリカゾウを呼んでびっくりさせてやりたいと思います。ちょっとシルエットだけ映ってるぜ、俺。シルエットだけ、ここだ。全然音が収まらないです。OK。今、冬でしょ。冬なんで、夏の音とか出してびっくりさせてもらって、花火行きましょう、花火。よし、花火やっていこう、花火でね、こう夏の風物詩で対抗します。俺、部屋の中で花火打ち込んでるやつおったら、みんなびっくりするでしょ。行きます。入れますわ、工場の音を編集しないで、ウィーンと聞こえると思うんですよ。もう、あー、ダメ押しの、疲れた。機械に人は勝てないですね。ちょっとは聞いたと思います。すげえ音してるって、まあ、それだけでも十分です。あ、で話すごい変わるんですけど、昨日ですね、チャンネル登録者数が30人いきました。ありがとうございます。イエーイ。まあ、目標は1つ決定、11月までに10万人ということで、あと99,970人ですねとなりましたんで、はい、まだ果てしないですけどね、頑張っていこうと思います。はい、で名刺の方がですね、明日か明後日どちらかに届くと思います。なんで名刺が届いたら、また Twitter と YouTube でその告知だったりとか、そういう動画またアップしますので、そこからいざ福岡の街へということになりますんで、また皆さんその時はよろしくお願いします。はい、ということでですね、以上、タックの、小学校でやったらモテる高校ベスト3でした。ご視聴ありがとうございました。はい、ということで、お疲れっす。お疲れ様です。ちょっと待ってください。やりたかっただけとか言うなって、おい。チャンネル